こんにちは、今回はですね、フェイユーテックのポケット2、こちらをですね、ご紹介していきたいなと思います。今現在こちらはですね、ケースに入れてる状態なんですが、このケースがね、ついてるっていうのがまずいいなと思いました。ここにね、ストラップがついてるんですけども、ちょっと開けてみます。まず本体から紹介しますと、これが正面です。で、側面にはですね、電源スイッチとマイクで、反対側にはですね、タイプ C の充電端子と、あと SD カード、マイクロ SD カードを入れるところがあります。で、最後に後ろ側なんですが、後ろ側にはですね、このように三脚ネジがついてます。で、あとはストラップですね、ストラップをつけるところがあります。で、これを踏まえてこちらのケースを見てみますと、ここはね、ただパチッとはめ込むだけになってるんですけども、こんな感じでケースに入れた時に、まずここが電源ですよね。で、この反対側、ケースに入れたまんまでも充電ができるようになってます。で、こちら側にはストラップを通す穴がついてまして、ストラップをつけててもこのように収納することができます。まあ、何はともあれね、ちょっと電源つけてみましょう。正面にはですね、ボタンが2つついてまして、こちらがジンバルの操作、上下左右に動きます。で、この下のボタンがですね、撮影ですね、撮影開始と撮影停止のボタンになってます。こんな感じでですね、使い方としてはかなりシンプルなのが分かりました。いろいろ触ってみて、まあ、そんな難しいこともないかな。で、やっぱり軽いっていうのが一番いいですね。これ今三脚をつけて、撮影してるんですけども、お尻の部分にはね、三脚がつけられるようになってます。まあ、三脚つけなかったらもっと軽いんですけど、なんかもう本当手軽に動画撮りたいっていう時はいいですね。これ結構ね、階段があるので、画面がどれぐらい揺れるかっていうのがちょっと想像つかないんですが、普通に歩いてます。今度はどれぐらいアップに耐えられるかっていうのをやってみましょう。これでね、20センチぐらいかな。これが10センチぐらい。これはもうスレスレ。雨が降ったら、ね、大丈夫だよ、これぐらいやったら。夏やし、夏やし、涼しい。じゃあ次は詳しい操作説明なんですが、この画面はですね、上から下に、下から上に、左から右に、右から左にっていう感じで動かすことができます。で、上から下にスライドさせると設定画面が開きます。設定と、このカメラはですね、画角が3種類選べます。広角無光と超広角と広角、これの3種類があります。
で、その次が設定なんですが、でこの画面ではですね、バッテリーだったり Wi-Fi、あとキー操作のオンオフ、それとですね、ちらつき防止、ちょっとこれ意味わからなかったんですが、一応これもついてます。そして今ストレージ、SD カードも抜いてますが、この SD カードの容量、それとですね、自動電源オフ、あとは水平バランスだったりがついてます。でこの MOD っていうのは、まあ、言語を選んだりリセットする、あとデバイス情報を見たりとかっていうところですね。あとこの設定の部分なんですが、あるのがですね、あとフェイストラッキング、それと通常表示とか、これ何なんだろうな、フルスクリーン表示とか、まあ通常表示でいいんじゃないかなと思います。でこちらでですね、通常モードとプロモードっていうのを選べるようになります。これは撮影方法ですね。あと明るさで、この通常モードとプロモード何が違うのかっていうと、これとりあえずですね、通常モードでやってみると、撮影するときにですね、ここ特に選べないんですね、まあ、いわゆるオート撮影になるんですけども、これをですね、通常モードからプロモードに変更します。そうするとここが触れるようになりまして、クリックするとカラーですね、まずノーマルカラー、普通に撮影するのか、それともログ撮影するのか、あとホワイトバランスと、露光、あと音量ですね。でこの音量っていうのがね、ちょっとくせものかなと思ってまして、音量をねこれ押すと×メモリ1メモリ2メモリ3と動くんですけども、でここの設定を間違っててですね、音量をちっちゃく取ってたところもありましたので、まず見てみてください。どうでしょうか、普通に歩いてます今、手ぶれ、あと画質、この辺はどうかな。今明るいところに出ましたが、どんな感じで映るんだろう。はい、こんな感じでですね、音量かなりちっちゃいですよね。ここを間違っちゃうとですね、せっかく撮った動画なのに音量が小さいということになりかねないので、ちょっとここはね注意してもらいたいなと思います。現に僕が失敗しましたからね。で、音量が×ってのはオフですね。っていうのもできるんですけど、これもう音量オフかマックスだけで良かったんじゃないかなって気がするんだけど、どうなんだろう。まあ一応調整できるっていうのはいいところなのかもしれないですね。で今度はですね、右から左にスライドさせると、写真を撮るのかビデオを撮るのか、スローモーションなのかタイムラプスなのかパノラマモードなのかという感じで選べまして、例えばスローモーションであればスローモーションの画質ですよね、 4K なのか1080なのか720なのかみたいな感じで選ぶことができます。次にビデオの場合なんですが、これはねフレームレートが選べまして、どれぐらいあるんだろう、24から60まで、選ぶことができます。で 2.7K の場合はこれも同じかな、同じですね、24から60まで。で、1080の場合はちょっと変わりまして、フレームレートが24から120まで選ぶことができます。ただね、これ先ほど映像を見ていただいて分かる通り、かなり綺麗なカメラです。なので多分1080って使うことないんじゃないかなって感じがしますね。僕は基本的に 4K でずっと撮るんじゃないかなという感じがします。で今度はね、下から上に行った場合は、今度はですね、これジンバルですね、ジンバルの設定、それとあとは撮影状態なのかな、スムースだったりモーションだったりっていうのが選べます。歩いてる時と走ってる時みたいな感じなんですかね。まあ、説明書はそんなに詳しいものではないので、ちょっとこの辺よくわからなかったっていうのが正直なところなんですが、まあまあこんな感じで選ぶことができますと。で今度左から右にやった時は、これは再生ですね、撮影して保存したものを見ることができますというのが大体の使い方です。まあ、これジンバルってね、いろんな方向に回したりとかすると思うんですけども、元に戻したい時ですね、元に戻したい時はダブルクリックすると元に戻ります。で次にですね、トリプルクリックというのがあります。3回クリックすると自撮りモードに変わります。でまた3回クリックすると元に戻ると
で次にですね、このジンバルボタンを押しっぱなしにしておくとロックモードになります。でこれを離すと向いた方向に向くようになります。で今回僕が撮影したサンプルに関してはですね、基本的にオートモードで撮影してます。ログ撮影をちょっと試してみたところはあったんですけども、基本的にオート撮影なので、まあ、映像を見ていただいてですね、特に問題ないなと思われるようであればオート撮影で十分じゃないかなと思います。ですごくいいカメラだなと思ったんですけども、まあちょっと欠点が一つありまして、ここのねボタンありますよね、ジンバルボタン、これが撮影してる時に音が入っちゃうんですよね。あと撮影を開始した時ですよね、その時に録画ボタンを押した音、これも入ってしまいます。こうブツっていうような音が入るんですけども、ねえすごいね、なんでね、まあ、その辺はですね、これからのアップデートを楽しみにしたいなと思います。それ以外はねすごくいいカメラだと思います。それではですね、このカメラを使って夜間の撮影、アクションカメラっていうのはですね夜間に結構弱かったりするんですが、その辺どうなのかなということで夜間撮影をしてきました。じゃあ夜の撮影してみます。50Hz というやつにしてますがどうでしょうか。西日本だから多分 60Hz だと思うんだけど、でもこれ 50Hz と 60Hz を変えたところで何か意味があるのかなって感じがするんですけど、どうなんだろう。だいぶ暗いですけど映ってんのかな、これ画面見る限りはね映ってるっぽいんですけど、どれぐらい手ぶれするかっていうのが、それが問題ですね。夜のアクションカメラっていうのは弱いのが多いですからね。さあそれでは続いて 60Hz の方で行ってみます。じゃあ今度は 60Hz のスーパー高画質で、超広角、これでいってみます。
今度はですね、スーパー高画質で広角です。超広角じゃなくて広角、これで撮ってみます。ちなみにこれは広角です。超広角ではない広角モードで撮影してます。広角をね、向こうにするとこれぐらいの画角です。まあ一人で Vlog 撮ったりするぐらいだったらこれぐらいの画角でも十分なんかなって感じはしますけどね。多分絵の湾曲もないんじゃないでしょうか。今度は超広角で高画質、スーパー高画質ではないやつです。なんか普通に撮る分には、高画質の広角これぐらいでいいんじゃないかなって感じがしますけどね。あとはこの、手ブレ、アクションカメラって夜が弱いので、まあ、これがどれぐらい手ブレなしでこうなんて言うんでしょうね、光がブレるはずなんですけど、この光のブレみたいなのがどれぐらい抑えられるかっていうのも、ちょっとチェックしてみたいところだったりするんじゃないでしょうか。まあ、アクションカメラなんで昼間に撮るってことの方が多分多いと思うんですけど、例えばその Vlog みたいな感じでこうやって夜ですね、食べ物屋さんに行ったりとか、今ちょっと難しいと思いますが食べ物屋さんに行ったりとかしてですね、これだけちっちゃいカメラなんで、この夜の映像っていうのがある程度綺麗だと嬉しいんじゃないかなと思ったりします。
飲み来て、このね自撮りモードっていうのもねやっぱあると便利ですね。でなおかつブレないっていうのがいいかな。でプラスフェイストラッキングみたいなそういったモードをオンにしとけば、例えばねカメラを置いてなんかこう回しっぱなしの時でも自分を追っかけてきてくれるはずなんで、結構ね僕みたいに外で自分とか映しながら動画撮ったりする人には便利だったりするんじゃないかな。ケツのところに三脚用の穴がついてるっていうのもねいいですよね。じゃあここからちょっとね暗いところに入ってみます。暗いところに入るとさすがに厳しいかな。まあ、どれぐらいのレベルで撮れてるのかが、まあ、モニターで一応確認はできるんですけど、やっぱり実際の映像とは違うんで、うん、後で見るのが楽しみです。この辺は結構暗いかな。どうでしょう、見るに耐えるレベルであればいいんだけど。どうでしょうか、やっぱりジンバル内蔵っていうだけあってですね、かなり手ぶれとかも抑えられてるんじゃないかなと思います。光がブレたりするんだろうなと思ってたんですが、それもなくてですね、普通に歩いてる分には夜間でもかなり綺麗に撮れるということが分かりました。こんな感じで大きさとしてはね、手のひらサイズです。手のひらサイズでありながらかなり綺麗な映像が撮れるので、まあ、撮影もですねかなり手軽にできるようになるんじゃないかなと思います。ということで今回はフェイユーテックのポケット2をご紹介しました。それでは